世界最大級の生産規模を誇る新日本製鉄君津製鉄所。鉄鉱石を銑鉄にする溶鉱炉から鋼鉄をいろいろな鉄製品に加工する無数の工場まで、コンピューターによる自動運転が行われている。いわばコンピューター製鉄所ともいうべき巨大システムである。神殿市立国、今回は製鉄です。製鉄っていうとね、なんかその汗と油とそれから熱とっていう感じがあって、相当コンピューター化がすごいでしょう。今ご覧になっていただいた通りですね、でこれがどうなってるかっていうとね、これ航空写真なんですね、君津製鉄所の、直径、200メートルの、あの東京ドームがその大きさ、この大きさ貼ってみましょう。東京ドームが200個。わーす、こっからここまでがね、約5キロ。それでその工場がこの中に20個、あの20工場あるわけですね。それらがですね、全部光ケーブルでつながっておりまして、この一箇所に巨大なコンピューターセンターがあるんですよ。まあ例えば仮にこの辺とかしますね、そうするとこのコンピューターセンターからですね、全工場に光ケーブルが全部行き渡ってるんですよ。でその工場、各工場にコンピューターがあって、この巨大なコンピューターセンターのコンピューターと、各20にわたる工場のコンピューターが、お互いにやり取りをして、あの製鉄の自動化を行っているわけですね。ということはその要するに工場自体が広くてでかい大きいというだけじゃなくて、そのコンピューターのシステムも膨大なんですね。千葉県君津市、東京湾の埋め立て地に建設された新日本製鉄君津製鉄所は総面積310万坪。昭和40年に創業が開始された。長さ2キロの原料ヤードと隣接する荷揚げ岸壁、5艘の巨大鉱石運搬船が同時に陸揚げできる。これが鉄鉱石、鉄を作る原料である。鉄鉱石の原産地はオーストラリア、ブラジル、インド。100% が輸入である。鉄鉱石は原料ヤードから焼結工場へ送られる。鉄鉱石に石灰を混ぜ焼き固めて火の通りのいい中間原料にする。これは溶鉱炉。この中に中間原料とコークスを投入し、1200度の熱風を吹き込む。固体だった原料が徐々に溶けて、銑鉄と呼ばれる液体になって溶け出していく。これが銑鉄。あらゆる製品がこの銑鉄から作られる。溶鉱炉は一度火を入れてしまえば止まることはない。24時間連続して生産される銑鉄を専用貨車が次の工場へ運んでいく。ここは転炉工場。銑鉄の成分を調整して鋼鉄に変える。銑鉄に含まれる様々な不純物を一旦取り除き、目的の成分を作り込む工程である。まず不純物を取り除くため、強制的に酸素を吹き込んで焼き飛ばす。一鍋およそ300トン。転炉で作った純粋な鋼鉄に重金属を加えるのが次の工程である。これは重金属を運ぶベルトコンベヤー。チタンやマンガン、クロムを計量し、溶けた鋼鉄の入った鍋に加える。この工場で作る鋼鉄は1000種類。成分を注文に合わせて調整し、顧客の要求する鋼鉄に仕上げている。液体だった鋼鉄を冷やし固めて鉄の板にして必要なサイズに切り分ける。これはスラブと呼ばれる中間素材である。スラブ一枚一枚には戸籍ともいうべき製品番号を吹き付けて、その行く末をコンピューターが管理する。これをさまざまな形や大きさに加工することで、無数の鉄鋼製品に変えていく。これで出荷するわけじゃない。いやいや、もちろん、とんでもない、これがこれから材料になって、いろんな製品に分かれていくわけです。で、あるものは厚い板になったり、あるものは薄い板のこうロールに巻かれたりですね、あるものはその針金みたいな線状になったり、で これが原料、今度はこれが原料になって、これから製品化されていくわけですね。溶鉱炉ね、見たことあります？中
いや、中はだってないんだぞ。あるわけないですよね。あの、一旦ね、中にこう材料入れて、その、燃やし始めますとね、もうその香炉がダメになるまで燃やし続けるわけですね。片時もあるんですか？片時もあるはずなの。ですから、あれは、あの中見れるってことは滅多にないんですよ。その滅多にないことがね、我々できたんですよ。これは機密製鉄所で最も大きな第4航路。これと同じような3機の溶鉱炉が稼働しているが、その一つに回収の時がやってきた。ここが工事の行われた第2航路の内部。直径11メートル、床から天井までの高さ32メートル、1日7000トンの線鉄を作ることができる。今行っているのは耐火レンガの張り替え工事。2000度もの高温にさらされる耐火レンガは長年の使用で痩せてしまい、操業に支障をきたすようになる。今回の工事で積み上げられた耐火レンガの厚みは床に3メートル、壁に 1.5メートル。耐火レンガの積み上げと同時に進められたのが温度センサーの取り付け工事である。これがその取り付け穴。ここは航路の外側である。鉄板で覆われた外壁に取り付け口を溶接する。電線のような輪が熱伝対、温度センサーである。その先端を一旦金具に通してから溶接した取り付け口に差し込んでいる。厚さ 1.5 メートルの耐火レンガを突き抜けて出てくる温度センサー。この細い金属管の内部に2種類の金属の線が入っていて、熱で発生する電圧から温度を測ることができる。温度センサーは200個取り付けられた。中から見た航路の天井、一番上には原料投入機など4つの装置が取り付けられている。これは中に入った原料の様子を知るための形状センサー。長さ10メートルのセンサーを挿入し、電波を使って原料の表面形状を計測するのである。これが航路の断面図です、はい、で先ほどその棒のようなものを差し込んでおりましたのはこの赤いこれであります、熱伝対といって中の温度を測る、センサーです、この赤いのはみんなそうであります、全部で200個ある、ついてます。いろんなところで、それプラスですね、この上側についてるこの赤いこれも温度センサーです。これはですね、形状センサーといいまして、この上のこう材料の形をですね、状況を読む装置ですね。ですから一種のレーダーですよ。そしてこれはですね、ポンプみたいなのがついてますけども、はい、これが29個この周辺についてるんですが、これが熱風を送り込む送風機です。で、温度センサーやこのゾンデから入ってきた情報がですね、コンピューターに一旦入って、コンピューターにこう組み込まれているソフトウェアに基づいて計算されて、でそれで計算された結果に基づいて、この送風機にその指示を与えると、送風機がこの空気量をその指示に基づいて空気を送り込むと、熱風を送り込むと、ですから例えばちょっと高すぎるなと、じゃあちょっと抑えて空気量を少し減らすかと、ちょっと温度が低いなと、そしたら今度はじゃあ向こうの送風機を少し、空気量を増やそうかと、いうふうにしてこの中の燃え方を、言って、非常に理想的にしていくと、いうのがこの自動制御の仕組みなんですね。溶鉱炉などで鉄鉱石から鋼鉄の塊になったスラブ、これを焼いて柔らかくしてローラーで一気に薄く伸ばしていく。これが熱塩工場である。灼熱のスラブは粗圧塩機で一定の厚さと長さに調整されてから仕上げ圧塩機に送られる。これが7台の機械が並ぶ連続仕上げ圧塩機。ロールの隙間は最初が広く次第に狭くなっていき、鉄が通るうちに薄くなっていく。厚さ最小 1.2mm、 長さ最大 1600m。 圧塩機はそれぞれ上下2つのロールからなり、その隙間に焼けたスラブを通して圧力をかけて潰すのである。この中を走るスラブは時速80km、 街中を走る車よりも高速である。完成した薄板は自動車、家電製品、建築材料などに広く使われる。
ここに映っております、これ、はい、これがロール圧延機なんですね、はい、原理的に言うとパスタマシンと同じなんですね、はい、パスタこれがそのパスタを作る機械ね、これを全部外して横に並べたのがこれです。でロールのね隙間を調整するのがこれ、このノッチでこうやるわけですね、はい、少し開ける、少し開けます、うん、あなるほど、ね、はい、このロールの間にですね、はい、まあ、パスタを挟んでこう回すとほら、はい、でこの厚さも感激の厚さになっていくと、なっていくと、これが圧延というわけですね。でこっちで少し厚くして、はい、これだんだん薄くなっていくわけですね。ですからこういうのがいっぱい並んで、次第次第に、あの板が薄くなっていくと、これを今度じゃ あのモーターに付け替えてみようと、パスタマシンは手で回しましたね、これモーターで回るってことですね、はい、モーターを回しています、はい、で回しながら今度は隙間を調整します、はい、だんだん狭まって、今度は開きます、はいはい、でそれはどれであるかと、これでやるんです、このモーターで、あ、もう一つ別のモーターがあるわけですね、はい、もう一つも別のモーターですから、このロールの上下もですね、うん、モーターでやると、うん、ロールの回転もモーターでやると、もう全部モーター、そのモーターを、あのコンピューターとソフトウェアで制御すると、ここは廃棄寸前の古い電気室、回収前の圧延機を動かしてきたのがこれらの制御装置である。膨大な数のリレースイッチが圧延モーターの回転を操ったのである。昭和44年に完成し、25年間現役で働いてきた。こちらがこの度完成したばかりの新しい電気室。全体が大きなコンピュータールームに変わった。圧延機のモーターと周辺装置は全てコンピューターとプログラムで制御されている。制御の速度も精度も向上し、より複雑なことができるようになった。重さ110トンのモーター、これで巨大な圧延機のローラーを回すのである。この工場ではリレー装置をコンピューターに取り替えると同時に、モーターも反応速度の遅い直流モーターから交流モーターに変えられた。新設のコンピューターとプログラムが7機の巨大モーターを操って熱源工程の自動化を実現するのである。新しい電気室のコンピューターにモーターを動かす制御ケーブルがつながれた。モーターの最大出力は1万馬力。さまざまなセンサーが感知する2万5000の信号をコンピューターが100分の1秒ごとに計算し指示を出し、モーターの回転を操るのである。電圧は 2860V です、どうぞ。モーターの単体テストが終了すると、今度は装置全体のテストである。これは巨大モーターにつながる圧延ロール。上下2つのローラーに潰されて鉄が薄く伸ばされる。こっちが速くなるとほらたるみますね、ほらほらほら、これどん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 こういうふうに蛇腹状になってしまう。で、あるいはですね、そっちが回転が速すぎたりしますでしょう、はい、こっちも持ってくる、そうそうそう、はいはい、速い、ほんとピンに垂れしてそのうちプッツンと切れた、それは破れるですよね、うんうん、ですからそのこのこのそれぞれのロールの回転をいかにあのなんていうかな、都合よく、そのコントロールするかっていうのが、はい、この圧延の非常に重要な点なんですね。熱源工場で赤通しと呼ばれる試運転の日がやってきた。コンピューターやモーターなどさまざまなテストがすでに1年以上もの間繰り返されてきた。最後が灼熱のスラブを通して行うプログラムのテストである。これが圧延機のモーターを動かす全プログラム、厚さ10センチのファイルにして80冊。圧延モーターの速度制御、ロールの間隔制御、板の張り具合を調整する制御など、およそ70万の命令が書かれている。これらのバグを見つけ出すのがこれからの作業である。テストに参加したのが総勢40人、そのうち発注側の新日鉄メンバーが20人、あとの半分が東芝チームであった。東芝はコンピューターやモーターを納入し、新日鉄の作った仕様書に沿ってプログラムを開発してきた。今日からその不具合を順次修正していくことになる。全てが頭に入ってるわけじゃないんで、これを見ながらですね、見ながら何をしてるチェックとかですね。そうです、緊張しますよ。特にやっぱり初めてのものっていうのはどうなるか分かんないし、例えば圧線が失敗してですね、単純にぐしゃぐしゃになって
これは別の機械に起きた事故の記録である。監視カメラが鉄の挙動を見事に捉えている。真っ赤に焼けた薄板が圧延機に入った時ローラーの間隙が狭すぎた。そのために後続の板が蛇腹状に反り返り装置を止めた。プログラムのミスによる事故である。まもなく圧延開始します。最初の板は厚さ4ミリ、長さ1000メートル、比較的簡単な加工である。圧延機の動きを表す画面に人々の目が釘付けになる。最初のテストは板が7機の圧延機を無事通り抜けることが課題であった。各圧延機のロールの回転速度や隙間の調整にミスがあると先ほど見たような事故になる。何よりも板が無事圧延機を通り過ぎることを人々は願った。スラブを通した後、赤同士で記録された様々なデータを全員が検討する。発注側の新日鉄メンバーが操作して気がついた点を洗い出し、回収事故を撤去する。これらの要望に沿ってプログラムを修正するのが東芝チームである。モーターの回転、ロールのギャップ、板の張り具合などコンピューターが時々刻々記録したデータを見ながらプログラムを書き換えていく。新日鉄側が設備の更新計画を立てるのに3年、それを東芝がプログラムに書き上げるのに10ヶ月、その最後の仕上げが赤同士である。この日2本目の圧延が始まった。オペレーターの手元が緊張してつまみに近づいている。彼が事故の可能性を察知すると AGC という板圧自動制御装置を切って、このつまみで手動圧延をするのである。ちょっと AC 切って、 AC カット、これは動きよね。ADC カットしました。 ADC カット、はい、早いな。今度の圧延は失敗だった。なぜか板が暴れて自動運転を中止しなければならなかったのである。全部これこうなるよと行くから、これがビーンと、うん、あとは終わり。ちょっとまあトーン減圧のせいかどうか分かってないんだもん。 AGC オートゲージコントロール、板圧の自動調整プログラムがうまくないようだ。新日鉄東芝両社のメンバーが入り乱れ、原因究明に躍起になった。これギャップ乗ってる？ギャップはちょっと今ないです。ギャップ取れてないんかね。取れてない。最初は一応開いたんだ。開いた。コース1は前のデータで入っちゃうんですよ。で、コース2が来た時に、3度やないと分からんじゃないか。今この状態でパッと変える。まあそうですね。変えるよりも、はい、使いやすい、はい。じゃあそうしましょうか。その時にね。はい。この都度ステップが上がってくる、上がってきます。だんだん難しいことをやる。ええ。それでだんだんいろんな要素がそこにこうくっついてくるんですね。それと今まで一つの要因だけで OK だったんだけど、もう一個の要因が来たらですね、これがまあ一緒になってものを動かしてきますから、そうすると新しいものが出てくるたんびに、そうするとソフトウェアを修正したり変えたりするわけです。そうです。それ偉いことですね。大変です。このスタッフは鉄鋼専門のソフトウェア集団である。日本国内のみならず海外にまで遠征して圧延のソフトウェアを引き受ける。いわゆる絶対値 AGC みたいなもんなんだ。赤同士が完全に済むまでは彼らの生活は徹夜続きの毎日だという。分厚いプログラムリストに目を通しては不具合の修正に余念がない。大学出てから何年目でございますか？13年。毎日こういう仕事？そうですね。毎日、はい、頭混乱しません？まあ私はこの仕事初めて大体もう18年ぐらいになります。18年？こればっかり。これはまあそうですね。今度はうまくいきますか？ああ、いきます。大丈夫です。3本目のテストである。よし、トップカットです。さあ、アラバーガナリ、上です。上ですけど、キー152m。160、170、166ぐらいね。うん、ちょっ
しますよ。確認か。OK。緊張感がみなぎるオペレーターの顔、その目が表示画面を追い、指が津波のそばから離れない。板の暴れが止まり、厚みを示すグラフも順調に伸びている。オペレーターの指が津波から離れた。3本目の赤通しは文句のない成功であった。ルーパーも良かったね。良かった。非常にいい感じです。なんか仕組んだみたいに OK が。いやいや、そんなことないですよ。はい、まだいろいろ確認しないところはありますから。これでもあと100回やるんですか？はい、まだいろいろな機能が残ってますんで。赤通しはさらに半年間続き、テストの合計は100回を超えた。あらゆるケースを想定して1回ごとに条件を変えながらプログラムの点検と改良を行ったのである。その結果、薄板の精度が誤差数ミクロンのレベルに向上し、製品ぶどまりと生産効率が劇的に飛躍した。ある大規模のシステムを、まあ、ある文教で互いに意思疎通を図ってミーティングをしながらこう作って、結果としてうまく動くようにすると、このレベルはひょっとすれば欧米人より上じゃないでしょうかね。お得意、うん、基本の OS だとかそういうものの体系をこうきれいに構想するというのは弱いかもしれませんけど、そういうチームプレーでやる、自分が突出しないというかですね、というそういうようなことでお互いに幕を合わせていこうという、そういう文化民族性、はい、によるのではないかと私は思いますが、今見ていただいたのはさ、パスタマシンのお化けみたいなのがダーッと並んで一気にダーッとこう、うん、板を薄くしていく話で、長い板を作るのが、うん、今の工場でしたね、はい、今度はお客さんの注文に合わせてですね、うん、厚さ5ミリから厚さ20センチまで、の板で、長かったり幅いくらで長さこれだけなんていうさ、お客さんの注文に合わせてきちっとした板を作るのが厚板工場なんですよ。熱演の時には一方方向でしたね、回るのが、うんうん、いくつもこうあってずーっ と, っと、うん、間隙が狭くなっていくだけで、ええ、ロールの回転は常に一定方向で回りましたね、はい、ところが圧縁の場合にはですね、こっちに通して、はい、それで狭めると、はい、で今度こっちに通して狭める、はい、で今度こっちに通して狭める、はあはあ、ということはだから鉄板がこっちへ行き、こっちへ行き、往復するんです、うん、ええ、うんうん、ですから往復運動で次第次第に板を薄くしていくと、橋や造船などの材料を作る厚板工場は全長が1600メートルもある。厚板工場では灼熱のスラブを2台の厚縁機で板にする。最初は荒厚縁の工程、スラブの形を整えて大まかな幅と長さを作り込む工程である。熟練工が縦横自在にスラブを操り、圧縁機にスラブを往復させることで次第に薄く伸ばしていく。オペレーターがスラブの直進と逆進を操作し、コンピューターがロールの間隙を制御する。いわば人間とコンピューターの二人三脚である。この操作を繰り返しながら板を目的の幅と長さにした後、仕上げ圧縁機を置く。これが仕上げ圧縁機、板の厚みを出す工程である。ここの映像は移動速度を10倍に上げてやる。圧縁機を通過するたびに板がぐんぐん長くなる点に注目。これが厚板加工の原理である。圧縁の終わった板は水で冷やされた後、ヤードでゆっくりと常温に戻っていく。厚板工場の製品は全て注文生産である。注文通りの長さと幅に板を切断する。板には製品番号や納品先を吹き付けている。人間の目による最終検査が終わると、厚板は出荷ヤードに移されて顧客の手に渡るのを待つ。これは昭和40年アメリカで発表された論文、圧縁制御における数学モデルの作り方である。
アメリカの電機メーカーウェスティングハウスは鉄鋼会社と共同でコンピューターによる自動圧延を開発した。圧延工程をプログラムに組んでコンピューターと共に売り出したのである。これを買ったのが機密厚板工場であった。用はなさない、ほとんどですね、ダメだったですね。アメリカっていうのはその圧延をする人たち、いわゆるオペレーターっていうのはやめる、よくやめると。だから熟練工は育たない環境にあったと思います。アメリカは。日本はこの道一つに。それだからコンピューターでどうしてもやらざるを得ないと。はあ、これは昭和32年の記録映画に描かれた厚板工場である。アラート延期にかかるスラブ。当時も今も厚板を作る基本は全く変わらない。板を往復運動させながら圧延作業を行う。しかしロールの間隙もモーター速度もオペレーターが手動で操作した。圧延機に出入りするスラブの温度は1000度。人間が釣り竿のような計測器を振ってスラブの幅を測り、目的幅との差を運転室に合図した。圧延が終わって幅を測ると、次に仕上げ圧延機に送られていきます。そして板は次第に長く伸ばされていきます。仕上げ圧延が終わると板の厚みを検査する。これも作業員が灼熱の板に近づいて厚みを測り合図した。顔よりもテーブルが低いんですよ。それからまともに、もろに1200度ぐらいまで加熱しますとね、鉄がその酸化して、酸化鉄が1ミリか1ミリ5ぐらいあるんですよ。表面に、はい、そいつをこう圧延機にかけるとそいつが割れてね、飛び散るわけ、はい、それで、でもこんなところから入ってきてこんなしてるね。熱いですよ。まだ赤いんだ。背中からこの辺から正規のてっぺんまで火傷していましたよ。今昔の話してますけど、ここは現在の厚板工場。鉄の流れるラインには人がいなくなり、作業員は運転室だけになった。仕上げ圧延機を動かす2人のオペレーター、彼らの動作には阿吽の呼吸が要求されている。一人はテーブル型と呼ばれ、搬送ロールを操作して板を前進逆進させるのが役目である。左手が圧延機手前の逆転を受け持ち、右手が向こう側の逆転を受け持つ。こうして圧延機の前後からスラブを交互に噛み込ませるのである。もう一人が圧延機を動かす圧荷手と呼ばれるオペレーター。彼がロールの隙間調整とロールの回転を操作する。左手のレバーがロールの回転を切り替える。右手のレバーがロールの隙間を調整する。現代の厚板工場は 99% 自動化しているが、幅広で薄い板だけは今も人間が作っている。2人いましたですね、で片っぽがその圧延機を操作して、片っぽがテーブルを操作するんですね。そのテーブルがここにございます、はい、これは搬送ロールって、これロールがいっぱい並んでおりましてですね、うん、これがなんと厚板工場で5000本並んでるんだそうです。長いから一体ですが、はい、でこの5000本にそれぞれモーターがついてましてですね、はあ、そのモーターをコントロールすることで、このロールが回転、正転したり逆転したりするわけですね。例えばやってみましょうか。はい。ほら、いった動いた。ね、うん。このロールが回転することで、上のスラブはこう動いてる、はい。で、これ、逆転に入れますと、はい、モーターが逆転しますから、この上のスラブも、こうやって戻ると。なるほど。あれと回転しましたよね。そうなんですよ。それなんですよ。うん、これはですね、例えばこちらであります。いいですか。でこれちょっとこっちに乗っけましょうね。それはどういうこと、そうするとですね、でまず動かしましょう。こうやるとですね、ほら、ね、ちょっと待ってください、はい、回りましたね、はい、隣にあったロールが、同じ方向を回ってる時には直進するわけですね、はいはいはい、でこの隣にあったロールが、
お互いに反対回りすると、うん、上の厚板は回り出すわけですね。あ、というわけですね。なるほど。で、これを、うん、もっと巨大にして、うん、大規模にしたのが、うん、あの運転室のレバーなわけですよ。ですから、うん、あの悪化子が圧延機を操作すると、はい、テーブルマンはこの搬送ロールを操作するわけですね、うん、だからもうテーブルからいらしたらあの人のあのとは一緒にやりたくないとかね、逆に悪化子からいらしたら会えたらダメだとか、うん、まあ、考えまとめらんときにドーンとこうそのテーブルを回してですね、うん、使うと自分の思ったところにまだ決めてないのに板をかますわけですね。で、相手の気持ちを読み取ってね、今ターンして入れてやろうかとか180度ターンして入れてやろうかとか60度ぐらいで入れてやろうかとかいうふうな感じをね持ってるわけですよ。それをテーブル型が早く掴んでね、双子の兄弟だったらいいのになと思いよったですよ。それぐらいやはり呼吸があってほしい、欲しいと、悪化子としては。自動圧延システムにはいろいろなセンサーが使われている。これは天井につけられたスラブの幅と長さを読み取る幅長センサー。アラーツ園の運転室につながっていて、コンピューターの画面上で目的の形ができたかどうか確認することができる。板が圧延機の中を通過するたびに板の厚みが変わっていくが、それを読み取るのが厚みセンサーである。圧延機の出口に設置されている。厚板に放射線を当て、その透過量で厚みを測り、数値に従ってコンピューターがロールを制御する。数あるセンサーの中でも重要なセンサーが温度センサーである。検知した温度を時々刻々専用のコンピューターに送ると、コンピューターが温度変化に対応したロールの隙間を計算して実行する。しかし、自動圧延における温度検知は常に人間の五感に遅れを取ってきた。温度を測るパイロメーターってありますね。あれでこうして大体あのテストしたことあるんですよ。自分の感がどれぐらいあるかと。それで加熱ってこうして測ったり。計測と、ね、大体私の場合は5度ちょっとぐらい。誤差が。で誤差が。表面温度は放射温度で測りますけど、中の温度が違うんですよ。熱い板になりますと真ん中の温度の方が高いわけです。表面は水かけたりしておりますから温度は正確に出ない。だからそこの温度の変な温度でもって判断して、温度が低すぎるからとか言ってですね、低く出るんですよ。それと温度が低く出るから、これはちょっと冷えてるなということで悪化を小さくすると、機械コンピューターが計算するとね、そうするとパス数が増えると。これ一番重要なんですね。あの圧線におけるね、変形抵抗はその一度に対してね、自乗倍でね、その硬さが変わってくるんですよ。例えばその1000度の温度だったら98ミリで4メーター加工できると。例えばその900度だと、それでは1000メートルでやっぱその変形抵抗が大きいから読みが確保できないんですよね。だから97ミリとか 96.5 ミリとか、そういうロールをもう少しこうギャップを狭めてやると。大体920度ぐらいでその最終パスが終わるなとか、いうのは予測をね、常に頭の中で考えてるわけですよ。それによって、さっき言ったようにあのゲージ圧をね、ロールのオープニング量を広げたり縮めたりするわけですよ。それが俗人的な技能になるわけですよ。温度がその5度ぐらいの誤差って言ったけど、1000度に対して5度ですから、すごいすごいでしょ。それを 見るんですよ。それはね、板のね、全体の様子を見るんですね。姿っていうか、 色のみならず全体の、あ、どう色ムラがどうなってるかと全体読んで、あ、よし、これはね、何度で入ってくるなと、で俺の仕事が終わるのに何度になるなと、だから何回のパスでやろうかなと、でそのそれぞれの回数で大胆するわけですね、その計算をですね、隣のテーブルマンが瞬時に読まなきゃいけないんですよ、顔色で。顔色で。あるいは癖で。ですから、そこが人間関係がまずいとですね、いつもそのトラブルわけですね。で、トラブルと何が起こるかというとですね、どんどんこれ冷えてくるわけです。冷えてくると硬くなるんです。硬くなると圧延ができなくなるわけですね。しにくくなるわけですね。そうすると、その圧延幅、圧延の隙間を少し、緩くしながら回数を多くすることでやるわけですから時間がかかるし、冷えてくることでいろんなトラブルも起きてくると。
これは実際に起こった事故の報告書である。人間の操縦ミスで起こった様々なトラブル、真っ赤な板がよじれたり畳まれたりした様子がスケッチされている。圧延オペレーターなら誰もが一度は経験する事故である。わーっとこう設備を壊しちゃうこれが一番恐ろしいんですよ。あの垂直に板がピューッと圧延上までそのまま真上に板がそろ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 と上に上がっていったわけですよ。真っ赤なやつが真っ赤なやつが立ち上がっていったから、はい、真っ赤なやつが、ねね、はあ、ここで油が破れてパイプが破れて油が落ちてくるでしょ。それに火がつく、ね、バーッと上がってボーッと燃え出してちょこちょこと二人が消火栓上がったところまで覚えたんですけど、はあ、大変だよねこれね。なんかこれ汗が出てですね、なんか放心状態ですよ。だけどそれはもうしょうがないよね。だからもうみんな早出中から出てきてもらってご飯が喉を通りませんよ。じゃあ3食抜きだ会社に申し訳ないやら同僚に申し訳ないやら、ね、損害が大きかったななんて考えよったらね